それではただいまから高田の島徳島ワクワクトークの意見交換会を開催させていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます南部総合県民局農林水産部阿部と申します。よろしくお願いいたします。このワクワクトークは地域で先進的な活動をされているところに知事がお邪魔いたしまして現場も拝見させていただいた上で自由に意見交換を行うものであります。本日はここ那賀町で健康な山づくりと山の宝を生かす地域づくりをテーマに皆さんの活動の中で心お感じになっている課題や今後の夢などについてざくばらんに意見交換していただければと思います。なおこの場で行われた意見交換につきましては後日県内のケーブルテレビで放送するとともに県のホームページでも議事録や動画を公開することとしておりますので皆様のお名前や発言の様子がそのまま公開されますことをご了承いただきたいと思います。ここで私の方から本日の出席者をご紹介いたします。まず知事から向かいまして左前から中川小町の橋本信子さんです。同じく京谷道江さんです。よろしくお願いします。蓮儀佳代子さんです。よろしくお願いします。岡田幸代さんです。植木田千鶴子さんです。よろしくお願いします。中野優子さんです。よろしくお願いします。原田由美恵さんです。よろしくお願いします。次にそのお隣が 中川ドリームロードクラブの橋本光司さんです。よろしくお願いします。亀井博吉さんです。よろしくお願いします。京谷圭介さんです。よろしくお願いします。橋本忠久さんです。よろしくお願いします。亀井博人さんです。よろしくお願いします。続きましてが阿南中地区林業指導者会になります奥野清さんです。よろしくお願いします。福浦茂さんです。よろしくお願いします。木本健二さんです。よろしくお願いします。これから意見交換に入りますが現地の感想を交えた知事のご挨拶を皮切りに意見交換を始めたいと思います。知事よろしくお願いします。はい、それでは最初は立ってまずはご挨拶をさせていただきたいと思います。この宝の島徳島ワクワクトークでございますが、私が知事就任以来県民の皆さんと直接対話を広げていこうということで例えば地域別ですとかあるいは年代別しゃべり場徳島というのを行ってまいりました。また大きな県政の重要課題それをパネラーの皆さん方とともにまた会場の皆さんとともに話していこうと徳島円卓会議こうした手法を続けてきたところでありますが、今回新たな形といたしましてそれぞれの地域でとにかく頑張っていただいているそうした皆さんの活動の場に直接今度は皆さんにお集まりをいただくのではなくて私の方から出向かせていただきましてその活動の状況を直接拝見をさせていただくまたさらには皆さんと共に現地で意見交換をさせていただく、こうした試みを考えまして今回はその第1回目ということでなんといってもこの林業木材産業というのは新世紀に向けての日本の成長産業であるとこのように国が位置づけしかしこれまで林業については後継者がなかなか難しいあるいは財価がなかなか上がらないということで、かつての日本を支えたこの林業なかなか厳しい時代が続いたわけでありますが地球温暖化対策に正面から取り組む世界中で取り組もうということになりますとこれからは商社の皆さんも南方で木を切るとかいうことではなくて熱帯雨林を今度は植林をすることが排出権取引という新しい業として成り立っていくまた北方材につきましては中国が世界の工場ということでロシア材を日本に来る前に全部買っちゃうと、こうなってくるといよいよ国産材の時代ではないかじゃあその中でも何といっても不存率の非常にたくさんある徳島県が林業木材産業をもう一度担うべきではないか平成17年度から林業再生とそして平成19年度からは林業飛躍プロジェクトということで山に高性能林業機械を入れ若い皆様方が山で働いていただくだけではなく
中山間地域をお支えいただこうと、こうした林業を取り組んできたところでありました。そうしますと不思議なことで国が後付けとなりましたが、林業、木材産業、日本の成長産業にと、そうなりますと当然そのモデルは徳島ということになりました。そこで今回は徳島として23年度からは全く次元の違う林業木材産業を行っていこう、そして日本の成長産業であるこの林業を大いに牽引をしていくということで、次世代林業プロジェクトを打ち立てて、これからは間伐だけではなくていよいよ種伐の時代に入り、山を美しく根高林を、これは今大きな課題となっている野生鳥獣対策にも大きく資するものである、まあ、こういった点でも全国のモデルを徳島が担っていこうと、まあ、こう考えておりましたところ、中川小町の皆さん方はまさに女性の皆さんのきめ細やかな感性でこの林業をお支えをいただく、また先ほどは橋本林業さんのところに橋本さんのいろいろなご案内をいただきまして、素晴らしい山作りといったもの、また山は一代ではなかなかならず100年を超える木を育てていく、そのためにはやはり3代4代と数代を超えて取り組んでいただく必要が、持続可能な林業、まさにこれをここに再現をいただいているわけでありますので、県としてもしっかり今回のこの林業、次世代の林業プロジェクトとしてしっかりとご支援と、そして今では生産と消費、これをともに10年後に倍増を、毎年 10% ずつ上げていく、しかし今年は東日本大震災の影響がございまして 10% 増では間に合わなく、東のいろいろな木材需要、また生産が厳しいといった点を徳島が担っていかなければいけない、今では 20% 増とさせていただいておりますが、これでも追いつかないというのが現状となっております。まあ、そうしたところで今日この現地にお邪魔をさせていただきまして、皆様方の日々のご活動をさらに深くお話をいただきますとともに、今後の林業木材産業の在り方、また中山間地域の今後の発展の方向などについても忌憚のないご意見をいただきまして、こうしたいただいたご意見についてはすぐさま県の方に持ち帰らさせていただきまして、できるところからすぐに着手をしていく、そして皆さんとともにこの林業木材産業、そして中山間地域の発展のモデルをこの那賀町から発信をできればな、このように考えておりますので、今日はよろしくお願いをいたします。本当にどうもありがとうございます。これからは司会は少し控えをさせていただきまして、皆さんと知事とのざっくばらんの意見交換で進めたいと思います。それではトップは中川小町の橋本さんに口を切っていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、知事さんどうもありがとうございます。いいえ、こちらこそ。そしてまずはじめに東日本大震災に遭った多くの方々に慎んで、お見舞いを申し上げますとともに、一日も早く心穏やかな日々が戻ってきますようお祈りを申し上げます。本当に今日は知事さん三崎の方へ来ていただいて、チェーンソーまでと思いませんでちょっとびっくりいたしました。まあそれでもうまくチェーンソーを使いこなされてヒノキの輪切りをしていただきました。少し私は中川小町のことを紹介させていただきます。もう今年で9年目に入るんですけれども、まあ女性ならではの視点で山づくりに関わりたい、そして女性のその横のつながりを密にして地域の皆さんに少しでも貢献ができたらなという思いで立ち上げました。そして林業現場40数年という岡田さんを、はい、筆頭に一人一人 の特技を生かして、そして熟女と言えるかどうか分かりませんが、まあ、パワー全開で、まあ、頑張っておるところでございます。そして活動は残土場などに植えました桜、梅、いろいろな種類のもののところの下刈りをしたり、それからまあイベントで自分たちが作ったものを販売したり、それからボランティア、そして小学校、中学校、高校、大学生、一般の方と枝打ちとか間伐体験など、まあ他の林業グループさんに支えていただいたり、地元の皆さんに協力を得ながら5年ほどやっております。
まあでも今年も今年で去年は桜谷小学校の児童の方にそういう体験をしていただいて、とにかくもう頭の柔軟さというか子どもたちの頭の柔軟さにびっくりさせられまして、私らの方が勉強させられたというか、そういうふうなことで、まあ、自然をやはり観察するっていうことが教育の場にはこれはものすごく大切じゃないかな、そんなふうに思いました。そして自然は私たちにはすごく優しくていろんな恵みをくださるんですけど、時にはものすごい牙をむいてもう立ち上がれないかなと思うほどのエネルギーを、計り知れないエネルギーが思っていますので、まあ、環境をやはり整えて、やはり生態系に配慮しながら山作りをすることが、やはり知事さんがおっしゃった宝の島、徳島のあれになるんじゃないかな、そんなふうに思ってますので、まあ、いろんな施策を打ち出されてくださってますので、現場の方も一生懸命それに勉強しながら答えながら林業再生の飛躍プロジェクトに協力っていうか、そういうふうなことができればと思ってます。でもう私は、まあ、大まかなことで皆さんたくさん終わると思いますので、次にお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。順にですか。私もさんほど広大な理想を持ってないんですけども、とりあえず地元の伝承というか昔からしていることを少しでも後で後で残せるようなことができたらと思って、小麦を作ったりそばを作ったりいろんなことにチャレンジしております。次の方に移ります。失礼します。ちいさんには遠いところを中島まで来ていただいてありがとうございました。まあ私は別そのチェーンソーもよう使わないし、それから、まあ、林家でもないんですが、まあ、橋本さんの呼びかけで、まあ、私も、まあ、いろんなところで出かけておりますので、まあ、中川小町では営業という担当をしております。はい。でまあ、私もやっぱりこの那賀町の、まあ、この山がなんとか活性化できればいいなということで参加させていただいております。それから先ほどちいさんが言われた生産と消費の倍増ということでございますが、福島県のねその木造の仮設住宅が徳島県産の杉でが使われているということで、ひょっとしたらこの中中の杉も疲れとんかなと大変嬉しく思いました。まあ、私が今一番思いますのはこの中中で一番問題になっていることはやはり鳥獣被害だと思うんです。なぜそういったことが起きるかいうと、やはりその山の形態、小さな先ほど言われたやはり根高林が少ないからだと思うんです。ですから例えば今年22年度の那賀町のその委託料捕獲委託料ですね、それがもう2700万とものすごく多いんです。鹿が大体700頭ですか、そんな前だら結果が出ております。やはりこれは山を守っていかなければ、そういった被害がこれからもどんどん多くなるんですよね。今木頭、まあ、こっち上中は中奥ですけど、やはり木頭のゆずの産地でありますが、木頭ゆずがその幹が剥がれたり葉が食べられたりね、本当にもうその鹿の被害、猿の被害がとても多いところでございます。そしてまあ、福島原発にも皆さんいろいろ危機感抱いておられるんですが、やはりこの時にやはり自然エネルギーを見直す時期だと思うんですね。それで、そのメガソーラーとかね、それから風力発電、小水力発電、そんなことがありますけれども、小水力発電は俳優のその湯本上杉場にねその跡がございました。知事さんも多分見ていただいたと思うんですけれども、そういったその小水力発電もやはり豊富な水があってこその小水力発電だと思うんです。それがやはり保水力がないために
管理が枯れたりしますと、それもやはりまあ言ったら役に立たないということでございますね。それから毎年起きます長安口ダム その渇水問題、これもやはり私は山のその保水力の低下が起きているせいではないかと思っております。ですからやはりその長安口の問題、それから小水力発電、それからその鳥獣被害と、すべてその根っこは山のその荒れたところにあると思うんです。ですからぜひこのことは、まあ、国もまあこれにいろいろとご協力いただいているわけでございますが、今後も何とぞその山が雇用を生んで、それからその地域の活性化ができるようにね、ぜひ知事さんにも皆様にもご協力をお願いしたいと思っております。お母さんもう避難所用事でいい私も高齢者になっても若い人がねどんどんとこう犯罪もこうするように、このためにはあの人の指導もいるし、それで後継者を作るのに、はい、このようなまあ、指導するね、この企業、これも、もう何にするってやん。ほんで、指導の人にもう世話をかけて、この分だけ、もうずっとまた見てもらって、やってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、失礼します。もう私が言おうと思っていることで、エキさんがほとんどおっしゃってくれたんですけど、私は森の案内人のネットワークにも入れてもらっているのも、小町さんのお手伝いさせてもらっているのも、とにかく山に力をつけるがもう一番っていう気持ちがもう強いもんで、今度の震災でも電力不足とかいろいろ言われてるのに、もうこういう田舎のこう水の豊富なところではある程度補えるような小水力の設備とかができたらいいなと思って、山の手入れを一番に考えているものになります。よろしくお願いします。私は森林組合で勤めております。今現在現場で働いてるんですけど、やっぱし被害、鹿の被害というのはすごいんです。ほんでも昔に比べたらほんまこう杉の子も全然育たないし、もう網とか本なんも腹なんだら全然育たないような状態やし、畑なんかも駆除していただいてるんですけど、駆除だけでは追いつかない状態なんです。ほやけんもみんななんていうかな、人間が網の中で生活してるような状態なので、もうこれもこう網張るのにも大変なので、こういうような面に、なんていうかな、こう補助なんかも普通駆除だけにこう補助を出していただけるんで、なしにこう民間の人にもこう作物作るのにも補助なんか考えていただけたらなと思います。入会したばかりで、この林業のこともあまり知らないので、地元の方にちょっといろいろ意見を聞かせていただいて、これちょっと言わせていただきたいと思います。上中の方には水資源が豊富なんですけれども、で近くにも干ばつの時でも水が枯れたことないような湧き水があるんですね。そういうのをもし利用できたらしていただきたいというのと、今外資系の企業が日本あちこち買い漁ってるので、国の対応を待ってたら間に合わないので、県の方で対応していただきたいということ、それと、もう一つは補助金の有が有効に生かされてないので、道林道を1キロつけるのに1億円かかると、もしそれだったらそれだけの費用があったらヘリを買っていただいて、林業専用のヘリがあったら有効ではないかなという意見がありました。それともう一つは補助金の制度なんですけども、干ばつの補助の制度が枠が狭いので、山の人が自分の好きな木が作れないので、補助金枠を広げてほしいというような意見がありました。以上です。はい、ありがとうございます。まず中川小町の皆さん方に
お一人お一人ご意見をいただきました。また先ほどはチェーンソー、また昔ですよね、カンナかけたんですけど、今便利になりましたね、電動のカンナといいますかね。いや、そうした意味で本当に皆様方に日々のいろんな作品、あるいはちょっとした細やかな気遣いといいますかね、そうしたアイデアであれだけ見事な製品が作っていけるということでね、まあ、本当に体感をさせていただいてありがとうございました。で、今それぞれの皆さんから言われたご意見の中で、まず子どもさんたちがね、まあ、これは後継者問題ということを小川さんも言われた話なんですが、橋本さんの方から桜谷小学校の子どもさんたちのその吸収力のすごさっていうことでね、まあ、この点 お話があったんですが、本当に子どもさんたちっていうのはあるものをそのまま受け入れてくれるんですよね。ですから小さいうちから実際にいろいろ体験をしてくれる、してもらうと、その場を作るということが一番大切だと思います。で、中町の小学校に共通する、特に桜谷小学校もそうなんですが、やっぱり木の文化なんですよね。桜谷小学校の体育館、見事な木造なんですよ。あれが例えば徳島市内とか都市部に行きますとね、ほとんどがコンクリートなんですよね。やはりコンクリートの中で子どものうちから育つと、どうしても感性の問題とか、最近ではなんですかね、ハウス縮小工具みたいなね、こうしたものも出てきますので、やはり子どものうちには木の文化、木がねたっぷりとある。で、そしてそうしたものに接することによって、この木はどうしてここへあるんだろうということを考えると、あ、それは林家の人たちがね木を切ってくれて、それを製材の人たちが作って、それを運んでくれてここに来たんだよというと、あ、それ関心があるから山行ってみようとかね、こういうふうにこうなってくるので、まさに林業教育といいますかね、そういったものを小さいうちから体感をするということがまさにこれから求められると思いますので、今ちょうど南海地震に備えるという意味でどんどん学校の耐震化を進めていますが、使い勝手が悪くなるものですから、内装ね、今どんどん木を使いましょう。しかも県産材を使って耐震化をするだけではなくて、中を使いやすくする、まさに木の文化をね豊富にという形で進めていってますので、お二人がいただいた点もしっかりと取り組んでいきたいと思います。そしてあと皆さんが共通して言われたのが、やはり山の保水力の問題と、日頃あるこの水を使おうということでね、でこの点についてはまさに小水力のお話もいただいたところでありますし、昔は考えたらみんな水車で持ってね、まあ、電気を起こすというよりも米ついたりいろいろずっとやってきたもんですから、身近な実は動力なんですよね。これを今小水力発電という形で自然再生エネルギーという注目を非常にされてまして、まあ、棚田の水なんかもまさにこう上から降りてきますから、その土地に置いとけばこれも発電ができるんですよね。ということで県でもこの風力あるいは太陽光、小水力、その地域に合った自然再生可能エネルギーというもの、そしてエネルギーの地産地消というのを進めようと、例えばの原子力の今問題になってますが、遠いところに原子力発電があって、確かに一機で1日に100万キロワットとか150万キロワット発電するんですが、それを全国に張り巡らしていく間に結局は1機分ぐらい失うんですよね。だったら地域で電気を使ってロスがないままで使いましょう。そうすると長い送電線もいらなくなるんですよね。ですから今この小水力についても、ご当地についてはしっかりと我々地元の中町の皆さんと共にね考えていきたいと思います。また保水力の話と、そして今原さんの方から外資が山をっていう、これは実は全国知事会の問題になってましてね、すでに北海道などではもう買いに入ってるんですよ。でしかも外資では買えないもんですから、日本の企業の顔をしてお金は外資が出すという形をしてるんですよね。そこで徳島県ではもう正面から山を買っていこうと、最初は日茶さんが10億円いただきましたんで、これを私林業公社の理事をしてましたんでね、それを絆の森事業ということで山買おうって、まずは中川筋だっていうことでね、とにかく保水力を高める、そして災害を食い止めるという意味で山をずっと今各ところを買ってましてね、で今度企業局の方でもお金に余裕が出た、あるいは55周年記念だと、これやっぱり山買うべきじゃないっていうことでね、こちらも企業局の森ということでこの中町に山を買って、そしてそれを間伐をきれいにして金光林にし、そして県民の皆さんの憩いの場にしていこうと、で今度は企業の皆さんにも協力してもらおうということで、ここは徳島共同の森づくり事業、今は55の企業の皆さんが協力をしてくれてまして、日本では1位なんですよね。
はい、という形で間伐をやる、あるいは企業の皆さんが行って下草刈りをしていただくとか、お金を出していただいて、そして今言うどんどん間伐を進めていくという形で、こちらも今日本でも一番の取り組みになりましてね、いよいよ今度は税金でもって正面から山を買っていこうと、今ちょうど6月の定例見解で補正予算を計上しているんですが、ここでは環境予算、環境首都を目指す予算としてその 1% をこの山を正面から買うお金に基金を作っていこうという形を取っていこうと思ってましてね、こうすることによって根高林も増やしていく、災害に強い山を作って、そして先ほどレギさんからも話のありました鳥獣対策、やはり山に実ができる木がなくなっちゃったもんですから、国策でね、杉、ヒノキ、あるいはカラマツとかそうしたものをどんどん針葉樹を国策で植えてしまったがゆえに、結局人間が山から野生鳥獣を追っ払っちゃうんですよね。それで里に出てくる、あるいは先ほど出た杉の子食べちゃうとかいうことになりますので、まあ、こうした対策も正面からこれからは取り組んでいこうと。そして山で野生鳥獣と人間が共に共生できるような、そして山に来ようと若い皆さんの声がこだまするね、そうした山を作っていこうと、これが今回の林業の次世代プロジェクトの大きな狙いでもありますので、またいろいろお気づきの点についてはどしどしとご意見をいただきたいと思います。ありがとうございました。それでは今度は中川ドリームロードクラブの皆さん方ということで、はい、まずは橋本さん、先ほどありがとうございました。チームさん、先ほどどうも雨の中ご苦労さんでございました。時間の関係上十分ご案内できませんでしたけど、また次機会がございましたらご案内させていただきますので、でもいつでもお越しください。中川ドリームロードクラブのことについてちょっとお話しさせていただきます。この不況の中、厳しい中、林業を継続するにはどうしたらいいか、それにやっぱ道なく人は語るのではないかということで、8名の方がこのグループを立ち上げたわけです。逆に考えますと、道があったらなんとかなるんじゃないかいなということです。それと道を入れたらただ道じゃなきに機械化する、今県の方も進めていただけるようなことですよね。こういうことをやっていっております。で、私のことですが、道は、昭和58年、今から28年前から開設いたしておりまして、自分でできるようになりましたんでね、この厳しい中でもなんとか自発林家、専業林家としてなんとかやれております。ほんでこのドリームロードな名前ですけどね、やはりドリーム、夢と希望を与えてくれる道、また逆に言うたら道があったら夢と希望が林業に来るんじゃないかなということで名前を付けさせていただきました。それでその道のことですけど、どのような道をつけるかといいますと、山を崩さない道、無崩壊作業路といいますかね、そういう、山を崩さない、それと安い簡単にできる、あとあと維持管理のいらない道というものを28年間ずっと研究してまいりました。それで30キロつけておりますが、残念ながら6メーターですね、6メーターはちょっと崩しましたが、あとは全然崩れておりません。やっぱこれもやり方によったら山を崩さないんじゃないかと。で山に道をつけるということは地球をこれ傷つけることですのでね、そこを十分気をつけていただきたいなと思います。そういった道ですけど、時が来れば、時が経てば経つほど良くなる道、このような道を合わせることに頑張っております。それとちょっと待って、それと私たちは自分でやれることは自分でやるということをよく言われる行政や社会にそれはあんまり頼るなと、自分でやれることは自分でやるというように、努力することは人んですが、個人のことになってすみませんが、機械化は非常に個人では補助はありませんので、ね、非常に高いんで、多分無理かと思いますが、できるなら個人にも何ぼか出していただけたら非常にありがたいなと思っております。それと余談ですが、ちょっと後ろに掛け軸掛けさせていただいて、そのご説明をちょっとさせていただきます。このおかげで私非常に助かったことがございますので、ちょっと読まさせていただきます。ことの難易は正代にあらず、努めて時を知るにあり。でなんかちょっと飛ばさせていただいて、故に人地なるといえども時に合わざれはこうなしということです。
今度逆に私はなんでこれで力を得たかという、と言いますと、私はほんな賢くないんで、愚というか凡人でも時というものに出ようたら やっていけるんじゃないかねということで、時というものを非常に大切にしております。で、何事をするにもやっぱり時というものに出はないかんのでないかいなということと思います。まあ、いらんことまで言いましたけど、まあ、以上でございます。ありがとうございます。それでは亀さん、ドリームロイドに入ったきっかけは、私の仕事師さんが高齢になって、もう今までこう何時間とか歩いていく通り道とか伐採現場が多かったんですけど、やっぱりそれをなんとかこう年寄りでも楽に現場に行けるようになんとかしないといけないということで、まあ、ちょうど橋本さんは前から作業道をつけておりまして、まあ、私もそういうグループに入れてくれんかということで、それでまあ、もう何になるか忘れましたけど、記者会見になるんですかね、それで橋本さんの指導の下で今高性能機械も入れて作業道をつけていっております。それで一番良かったのは、今まで年に一度ぐらいしか行かなかった現場へ年に何十回も行けるようになったと。その行く距離も時間も10分の1ぐらいになって、もう今まで本当に現場っていうのは離れた時が多かったんですけど、もう気楽にいつでも行けるようになったということが一番大きいんじゃないかと思います。まあ、それと、まあ、さっきコンコーリンとか言ってましたけど、まあ、私はもう20年ぐらい前から欅造林をやっておりまして、それで、まあ、始めたのが徳島県で一番の欅造林地を作ろうということでやったんですけど、まあ、先ほどから話題になっておりますように、欅は鹿が一番好む樹種で、もうそれに今悩んでおりまして、まあ、今まで柵とかいろいろ設けてたんですけど、これからはもう捕獲をせないかんのではないかということで、まあ、息子とも2年前から狩猟の免許を取りまして、捕獲しようと思っております。それで小さな食べられたことあるんじゃないかと思いますけど、地球ダネ温泉で今度鹿の解体加工施設ができまして、まあ支配人が一生懸命やってくれてるんですけど、やっぱり今北谷の地域は人口は700人ぐらいなんですけど、昨年鹿取れたのが200匹ということで、もう人口よりはるかに鹿が多くなってるんじゃないかと思うんです。それでやっぱり鹿猫をみんなに食べてもらうのと、やっぱり林業も大事ですけど、スーパーリンドという素晴らしい観光資源があるので、それをなんとか生かして、もっと一般の人でもこう山に来ていただけるように、そして集落がもう災害以降すごく人数が減って、私今ブラック解除してるんですけど、災害の前は十数件いたのが今2件になったんですよ。ブラック会長といっても私ニコの家のブラック会長人、まあ、そういう状態で、まだ息子もこれから林業やるにしても、やっぱり観光とか林業一緒になって やっていけるように、もっと町の人が来るような山を作らないかんのではないかと思いまして、私は今欅とか見て楽しめるような林業っていうのに力を入れております。まあ、それで子供に引き継ぐためには、とにかくもう村が活性化する以外にないんじゃないかと思いますので、町の方も県の方もなんかそういう面、観光面でも力を入れていただけたらと思っております。はい、ありがとうございます。じゃあ京太さん、どうですか。僕はドリームロードではあんまりやったらないんです。第3セットの方にそういうのが来たもんだ。でも軍が3セットは徳島県に平成14年に初めて来たんです。ほんで奥野さん、郷さん3人で初めて本気からつくた。で、この時でもびっくりしました。ありゃこんな気が出てくるんだ。ほいでもこれからもずっとやりかけて、8年、9年なんです。でこの中には若い人に入ってきてくれた。4人、5人かな。5人じゃないかな。で、若い人はこの機械を使うのにも面白くてね、一生懸命頑張って今だけでずっとやってる。
まだ僕も頑張ろうと思っております。よろしくお願いします。いや、藤本さん、先ほどあの山見ていただいたんですけど、やっぱ山にはあの、まあ、50年60年もの木もあるんですけど、やっぱり80年100年200年高樹齢の質のいい木っていうのもありますんで、やっぱりそういう質のいい木をこう生かせるこう何か、施策というかがあったらいいと思いますし、いやそういう質のいい木をあの製材あの引いてくれる、まあ、癖とか特性とかを見ながらこう引いていただける人のこう育成とかもあればいいんじゃないかなと感じています。で、まあ、そういうふうなことができたら、またあの古い高樹齢の山もあの循環していくんじゃないかと思ってますので、またよろしくお願いします。それでは久保さん、まあ、ドリームロードのことは道の先生2人がおるんでもちょっと言えないんですけど、まあ、林業のことで言わせてもらえたら、あの、まあ、エンター会議の時も言ったんですけど、さっきも現地視察で知事とも話したんですけど、若い人を山に呼ばなきゃいけないっていうんで、それも人がいなくなったから若い人を呼ぶっていうんでやしに、やっぱり山の技術とかそういう持ってるお年寄りの方がおるうちにやっぱ若い人を呼ぶのが大事だと思うん で、 やっぱ若い人を呼ぶにはやっぱり機械化っていうのが大事になってくるんですけど、矢崎橋本さんがおっしゃった個人では買いにくいと言ってるんですけど、あの会社で補助金もらってでも買いにくいんで特殊な機械なんで高いんで、もっと補助してもらった方が機械も買いやすいし若い人も来ていただきやすいんではないかと思うことと、あとこの前テレビであの被災地のあの見たんですけど、仮設住宅はあの地元の木で杉で建てたところがあって、そこに入った人が言ってたんですけど、やっぱり地元の木で建てた家は宝じゃと、なんかその人の親父さんが言ってたらしくって、それを聞いてやっぱその間伐材もそうなんですけど、太い木を使った張り桁を使ったそういうなんていうんですかね、徳島杉のブランド化できた家を、徳島杉の良さをなんかもっと広めて、できればあの徳島の徳島杉の街並みみたいなのができれば、うん、もっとまあ杉が PR できるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。まあ、今ドリームロードの皆さん方からまさに林業の現場の声をお届けをいただきました。まあ、私も先ほど橋本さんの手塩にかけた山を見せていただいたんですが、まさに道こそという意味でね、しかもその道もただつければいいっていうことではなくて、やっぱりその特性に合ったそうした形での道を作らないといけない、まさにプロの仕事だと思いました。まあ、我々も公共事業として林道を開設するとか、あるいは作業道を作っていくっていうのはあるわけなんですが、やはり今お話があるように、まあ、地球をね、やはりそうやって傷つけていくんだということを考えれば、きっちりとした形で自然との間でうまくマッチをする、そして山を守り育てていく形での林道作業道の開設と、まさに間伐種伐これに合わせる形のものを作っていこうと。まあ、実は今昔はもうただ公共事業として食べるための林道ということで、結果としてそこがどんどんざれて山を壊してしまうというのが大きな批判を全国が受けたんですね。しかし今は今申し上げたように、まずは山を守り育てるための林道作業道を作っていこう、まさにセットでやっていくんだと。で今はどちらかというと間伐を主にやっていますから、いろいろな事業者の皆さんが道をつけれるようにということでも、例えば昔はもともと山をやっていた人たちが公共事業が盛んになったということで土木の事業に出ていった。しかし今は土木はなかなか難しくなった。で逆に山に力を入れるとしてもなかなか作業をできる人たちがいなくなったということがありますので、特にこの那賀町は公共事業からまた山にと組合を作って、まさに徳島の最初のモデルでもありますので、まあ、こうした皆さんにも山の林道の開設そして間伐などがきっちりとできるようにということで、作業道とあと両方50メーター50メーターでね、これを間伐をしていくという一つのモデル事業を国の事業としてもちゃんと後押しができるようにと、これも提言したところ、今ようやくそういった形が林野庁の方でもね発表になってきたところでありますので、皆さんからいただいたこうした貴重なご提言をまさに山の現場の声として制度と
今橋本さんからも個人じゃなかなか機会高いんでと、まあ、確かに今森林組合に対して助成をして、あるいは各企業のおかめさんもねありましたけど、企業でも大変なんじゃっていう話がありましたんで、まあ、本県独自のものとして中四国最大のまあ林業飛躍基金があるわけなんですが、まあ、こうした点、まあ、よりどういった形で使っていけばより効果的なのか、例えばじゃあ個人がなかなか難しいということであれば、じゃあ農業なんかの場合には農事組合作ってもらって、例えば3軒で組んでもらえばいいとかですね、いろいろありますので、まあ、林になくて農にができると、でそれもおかしいな、両方できたっていいはずなわけですから、そうした工夫といったものをね、ましてや徳島として次世代の林業プロジェクトを掲げて中四国最大の基金を持ってるわけですから、こうした点についても使い勝手については国ともしっかりとお話をさせてもらって、今お話しいただいたものに一つでも近づけていけるようにね、頑張っていきたいと思います。また亀さんの方からはやっぱり山でただ林業だけで食べてくるのはなかなか大変なんで、まあ鹿のこのピンチを逆にチャンスに切り替える、まあ、中町そして県下では美馬市に鹿肉の加工場処理施設が今できてるんですけどね、まあ、特に木沢の四季谷温泉では鹿肉料理をね一つのモデルにしていこうと、これは直旅王子様が頑張っていただいてますんで、私もこの間全県下の皆さんに集まっていただきましてね、徳島市内で鹿の中華料理から洋食から和食からね、なかなかでも行けますよねあれね、鹿ね、まあ、こうした点これからさらに広げて、それを一つの名物にねしていけるようにと。それからもう一つハンターの話もあったんですが、猟友会の皆さんにお話をしてどんどんみんな売っていってほしいということを申し上げるところですけど、なかなかハンターも高齢化しててねという話がありまして、ここも後継者不足なんですよね。で今回は公務員ハンター作ろうと、例えば警察官、自衛隊、こうした OB の人、彼らは鉄砲を撃ってますからね、まあ、こうした皆さんの技術といったものを活用できないだろうか、あるいは県庁の中に猟友会じゃないですけどね、若い皆さんでも、まあ、一つのレジャーとしてもこれをやってみたらどうだろうかと、まあ、こうすると今度逆に国体の競技にもあるんですよ、実はライフル射撃とかですね、まあ、こうした点を募って新しい形で、まあ、ここは駆除という形になるわけですけどね、まあ、対応して魅力のある山、そして多くの皆さんたちが観光でも集っていただけるようなね山といったものを、これも中町の皆さん、あるいは地域の皆さんとともに築いていきたいと思っておりますので、またぜひそうした現場のご意見を直接お届けをいただければと。ありがとうございました。それでは今度は林業指導者の皆様、会の皆様方にまずは小野さんよろしくお願いします。私はまあ、今林業を強く立ったとしてまたいただきますと、はい、さっきも京都さんが言ったことですけど、はい、もう平成14年から三鉄セット16年に三鉄といって試験のことで交わさせてもらってもう7年になりますか、ずっとやってましたけど、まあ、3点セットでずっとやってきて、まあ、年間排出1セットだったらやはり3000立方ぐらいが上下だったんですけど、まあ、これではいかということで、うん、中方法はないかと思って、で去年県の指導を取れた後、県新連さんの協力を得て省面積改版ですか、まあ、それを取り組みして、で、まあ、3点セットで省面積と、それとあと二度の一発の別庁管轄も、まあ、試験的にやってみたんですよ。まあ、で機械の方はタワーやなちょっとこれを変えてきまして、で、まあ、作ってみたら、まあ、ちょっと初めはなかなか使いにくいところもあったんですけどね、まあ、慣れてきた頃にはもう返さないかんと、で、まあ、使用する期間が2ヶ月ぐらいでしたので、まあ、実際に1ヶ月ぐらいですか使えたのが、まあまあ、案外と、まあ、みんな案外といいんじゃないかと、まあ、正面に変えばという意味ではああいう機械がちょうどいいんじゃないかというようなことも去年言ってまして、まあ、できたら今年もしメーカーの方にも言うんですけどね、まあ、返してきてモペン貸してみてくださいと、ほんでまあモペン使ってみて、まあ、去年なかなかいいところもあったけど悪いところもあったと、それをモペン検証させてもらって、で改良してもらったら、まあ、それでまあちょっと買おうとなったらやっぱりさっきも言ったようにやっぱり機械ですみたいな、まあ、2000万ぐらいするらしいんです、まあ、そこでなかなか良価なところもあったりしますので、まあ、またその時はまたよろしくお願いしたいと思います。それとあと今年は緊急雇用の、はい、緊急雇用の方で2人ほど雇わせてもらって、とても、なかなか人を雇うの難しいんですけど、まあ、緊急雇用っていうことがあるっていうことだったので、まあ、それで2人若い子20歳の子と、まあ、もう40代なんですけど、まあ、山を初めてっていうことだったんで、今どうにか京都さんとかに教えてもらいながらコトコトやってるところです。まだ、まあ、今年で終わるって言ってましたけど、まだ来年もよくあればまたよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、
で、まあ、先ほどあの千恵さんちょっと言われたようにやっぱり在価が今ちょっと安いっていうことが一番今林業の頭の痛いところで、まあ、一番今大変なところ で私も仕事柄、まあ、ハンスカンバットとかのできる山を探してきて、まあ、あの今ハンスカンバットとかして、まあ、あの一番までは気を持ってくるんですが、まあ、それでもう一応終わりで、うん、後の木がどこへ売れてるかとかそういうこともあれちょっと把握できないところもありまして、まあ、なんとかこれ、まあ、どうしても財、まあ、あの行政さんにお願いしたりするようになると思うんですけど、まあ、あのこの財がもうどんどん売れて、まあ、需要と供給のバランスがちゃんとできて、まあ、あの木材単価が少しでも上がるようにできたらなと考えています。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、どうぞ。あ、そうですか。陳さん、今日は遠いところ。うん、ありがとうございます。皆さん方の話をいろいろ聞かせてもらったんですが、やはり考えとることは同じかなというような感じがしました。まあ、特に林業の厳しい状況というのは、在価の低迷が長引いているということで、先ほど保水力という話も出てきましたが、やはり保水力も含めて、まあ、公益的な機能を高めるためには手入れをされておらなければならないということになろうかと思いますが、まあ、その手入れがなされておらない林分が増えてきておったんですけども、県の再生プロジェクトであるとか、あるいは飛躍プロジェクトを通じて、まあ、間伐作業もどんどん進んできたというのは大変喜ばしいことだというふうに考えておりますが、まあ、そういった状況の中で、3点ほどちょっとお願いなりにさせてもらいたいと思いますが、まあ、一つは担い手育成ということについてですけれども、担い手といいましても林業技術者のサイドからの担い手ということなんですが、まず若い人最近は若干増えてきておるようですけれども、やはり担い手を育成するのにまず大事なことは通年雇用ということがあるかと思いますが、林業には林業って言っても伐採から搬出あるいは造林下刈り保育っていうような作業があるんですけれども、それぞれその適期っていうのがあって、まあある程度その時期によってはこういう作業はできない、まあ、特に間伐なんかは残された林を大切にする意味からすると流せ自分にはできないというようなことがあるんで、まあ、そういった一年を通じて作業ができるようなことを考えていかないと通年雇用体制というのができないんじゃないかということになろうかと思います。まあ、そういった意味で、開発をして造林をするということが大事なんですけれども、その造林をした後、これが2点目になるんですけれども、まあ、先ほどからお話が出ておりますように、いわゆるこの鹿の被害が大変多いということで、まあ、ネットを張って保護をしておるんですけれども、まあ彼らは、まあ、彼か彼女か知りませんけれどもまあ、餌を求めて、まあ、ずっとこう動いておると。まあ、我々はそのネットを、まあ、管理をするにしても毎日行って管理するわけにどうしてもできないということで、破られて被害に遭うということです。まあ、そこでいわゆるネットを張って保護するというよりは、やはり増えすぎた鹿の個体数を減らす必要があるんじゃないかとまず思うんです。まあ、そういった中で、我々が、先ほど亀井さんもおっしゃられたように、狩猟免許を取るっていうことも大事かと思うんですけれども、被害に遭っておる林家あるいは農家がその被害を削減するために囲い罠っていうものを設置することについては狩猟免許がいらない、うん、ただそれは狩猟免許はいらないんですけれども猟期の期間中であると。しかし我々の、まあ、山林に対する被害っていうのは猟期の期間っていうのではなくして1年を通じてやれるんで、まあ、できればこの、 被害の出ておる地域について
だけでもいいと思うんですけれども、あの年間を通じてその囲い罠の捕獲ができないかなという気がします。それと3点目なんですけれども、あのいわゆる中町あたりの森林経営 の所有形態なんですけれども、まあ、小規模林間が多いと、小規模林間が多いということから、教会がなかなか不明確なところが多い、境が。それで、今地籍調査をどんどん進めておるわけですけれども、まあ、なかなか時間がかかると、またこれから先何十年もかかるんじゃないかというふうに話を聞きますが、あのそうなってくると次第にその教会の不明確のところが出てくるんじゃないかというふうに心配をしておりまして、できればあのそういう手間のかかる地籍調査の本格的な調査っていうことも大事ですけれども、それより先にあの教会の確定作業っていうのは簡単なものでもいいんですけども、まあ、そういったものでどんどんとあの個々の山林教会を確定するっていうようなことも必要なんじゃないかなというような気がしております。まああのいろいろ言いましたけれども、またあのそういうことも施策に取り入れていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。阿南中川地区の林業指導者会の皆さんからまあご意見いただきまして、まあ、皆さん方には本当に先ほど小森さんからタワヤダの話もありましたけど、次世代林業プロジェクトをまあ立ち上げにあたって、まあ、皆さん方にも大変ご指導いただきましてありがとうございました。で今言われるタワヤダ、私も運転してみましたですけどね、難しいですよね。でこれまでの高性能林業機械3点セット、まあ、スリングヤーダーからあとはあのプロセッサーコアダーとね、まあ、これは割と運転しやすかったんですよね。でも今度は大きな目標として皆さんからご意見いただいて、やっぱり種伐に耐えうるものをしようとなると今までの林業機械では無理なんですよね。ということで今度の新しいタワーヤーダーはじめもそれぞれがパワーアップして、しかもきめ細やかに、その代わり複雑な動きになるということで難しいんですけど、我々としても今度の次世代林業プロジェクトは当然種伐、それからまた山のことを考えると皆伐もいるというご意見もいただいてますので、まあ、そうしたものにしっかりと合う形で、しかし当然機械の値段が高くなってきますから、まあ、それぞれの皆さんのご負担が高くなってきますので、こうした点について当然支援のあり方といったものをね、まあ、もっと考えていかないといけないと思ってますので、まあ、こうした点についてもまたさらにご提言をいただければと思います。でまた通年雇用の話、それからあとは当然財貨の話をね、今お話出たところでありまして、でどうしても財貨の場合には県がまあ補助金を出すという話以前に、まあ、景気の問題がこれありますのと、また奥から切り出すときにコストがかかるので、財貨が上がらないのにコストがかかるので、これなかなか山奥まで切ることができないということがありますから、ここは林業飛躍基金の方で、まあ、国にも交渉する中で奥からも切り出せる、そのためには流通コストを下げるために補助金を入れると、まあ、これを今出来上がるようになりました。それからさらには今度は消費の側のっていうのは、四国で唯一の合板工場あるいは MDF 工場が駒島、まあ、徳島県にあるということで、逆にそうしたところがきっちりと買っていただけるようにということで、ここには逆に補助金を入れる、場合によっては乾燥施設がどうしてもいるんだということで、こうしたところに補助金を入れていくと、まあ、そういう形でなかなか上がらない財貨を、まあ、なんとか維持できるような形の対策は今打ってですね、でも根本的にはとにかく日本の景気が上がらんとこれどうにもならないので、まあ、徳島として景気を上げるためのいろいろな提言をね、まあ、国にもさせていただいているんですが、まあ、今回東日本大震災が起きて、まあ、逆に生産がなかなか東の方で上がらない、また逆に復興住宅の話が先ほど杉の、ね、家の話が出てきたんですが、まあ、こうした点についての需要が出てくるということがありますので、まあ、徳島から その財をどんどん切り出していただく、また逆に向こうで需要が高まると県内の公共事業で使うコンパネですよね、これがなかなか厳しいと、でみんなそれぞれがストックを抱えてもなかなか出さないというのがありますので、であれば逆にこのピンチをチャンスにと、まあね、決してコンパネ杉で作っちゃいかんという方はどこにもないわけですから、徳島の杉を使って少しまあ重くなるという
デメリットはあるんだということがありましたけど、ここは思い切って徳島県で公共事業をやるときは徳島の杉で作られたそのコンパネでやっていこうと、杉片枠ですよねという形で、今回原則しようと、優先しようと今まで言ってきたんですけど、でも原則しようにしようという形でも6月の1日からスタートしていまして、まあ、公共事業の関係の土木の皆さん方からは重要な、もうとにかく足りないんだ供給してくれという話もありましたので、まあ、こういう形で徳島としては進めていこうと、まあ、こうすることによって在庫の足りない部分について逆に需要を高めていこうということを今進めておりますし、逆に全国に対してのそうしたものをこれはなかなか使えますよということのアピール PR、 これも進めていきたいと思っておりますので、浦さんからも話のあったそうしたまあ在庫を上げていく、こうした点もいろいろ工夫をしてね対応していきたい。でも根本なんとか日本の景気がね良くなるといかんと、これは国にしっかりと言っていきたいと思います。また秋元さんから3つご丁寧でいただきました。で実は最初 の、 その林業の場合に数年雇用が難しいというのは我々も実感をしていましてね、じゃあどうやってその通年雇用をね作業的にやっていけるのかと、まあ、そういった工夫を特にこちらは林業公社の、まあ、理事長としてねやってきた点のここ問題なんですよということがありましてね、まあ、そこは先ほど実はご提言を亀さんたちからもあるいは橋本さんからもいただいた、これを観光とセットにしていくとか、まあ、そうしたものを一つで、観光も逆に言うとなかなか通年と難しい部分があるんですよね。冬だとこうクローズになったりとかいうことがありますので、だから共にその必要な時の時期をどう調整していくのか、人がですね、まあ、これはやはりセットでしていくっていうのが一番大きなポイントになってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、観光振興と林業振興、これをいかに組み合わすか、まあ、こうした点もこれからいろいろ皆さんと共に工夫をしていきたいと思います。まあ、そうした意味で緊急雇用のね、でこれも実はもう終わってたはずなんですけどなかなか厳しいということで、まあ、延長ということで言っておりますので、こうした点についてもまだまだ基金は枯渇をしてませんので、ほっとくと結局国がね召し上げちゃうだけの話になりますから徳島の方は結構たっぷり取っていますので、これをさらに延長して使えるような形をまたしっかりと国にも言っていきたいと思います。それから今度鹿のその個体数調整の話でも、これは根本的に個体調整をしなきゃいけないと、まあ、野生鳥獣との共生という話も一方あるんですけどね、ということで従来は繁殖期の前は売ったらいけないということになっていたんですが、昨年度から徳島県はもう一気にその繁殖期に打つということをやってもらっています。例えば3月とか10月とかですね、まあ、ただ囲い縄の点についてはどうしてもこの漁期の話出てくるものですから、確かに免許がいらなくて非常に手軽にこれはできるといったメリットがあるものですから、まあ、個体数調整としてどういった形が一番効果的なのか、まあ、こうした点もしっかりとこれから皆さんとともにこれは実践どうできるかという方向で考えてみたいと思います。それから最後に知的調整、これは実はさっき橋本さんとか亀さんとも話をしてきて、いやポンと石置いてあるだけなんで、でも分かる人は分かる、でも分からない人は全く分からないと、でしかもそれが分かる人がおられるうちにということで、実は県内の真ん中町の佐久さんはじめ町長さんたちからですね提言をいただきまして、とにかく徳島地籍調査がものすごく遅れたんですね。でこれをですから平成21、22、23と21をベースにして、それを22年からは倍増していくということで、3カ年これをやっていくということにしていまして、予算はしっかりと確保しているんですが、なかなかこの作業も難しいらしいんですよね。いきなりこう進まない。ですから今ご提言いただいた、じゃあその協会の確定だけでもさ、まあ、してみたらどうかと、まあ、もともと地籍調査というのは協会確定をビシッとすると、で地籍図をしっかり作ると、これが公共事業あるいは山の手入れしている時にどうしても必要になるということがありますので、まあ、この点についてはやはり私もちょっと工夫がいるのかなと思っていたところでしたので、まあ、これも早急にどういった形で、そして協会が分かる人がおられるうちに少なくとも地籍調査で間に合わない点をどう補っていくのか、まあ、こうした点を具体的にこれは出していきたいと思っています。ありがとうございました。ということで、ちょうど皆さん方から全員の皆さんにご提言いただいて本当にありがとうございました。また今日は皆様方には現場も見せていただきましたし、ご案内もいただいたところでありまして、皆さん方の活動といったものもしっかりと
体感をあるいは体験をさせていただきました。まあ、山をどう守っていくのか、これは決して那賀町徳島県だけの課題ではなくて日本全体の今課題となっているところでありますし、野生鳥獣問題も日本全体の課題となっております。また再生可能エネルギーをどう作っていくのか、これも大きな課題となっておりまして、まさにこの那賀町徳島県は課題解決先進地域と、まあ、私は言ってるんですけどね、こうした課題にやはり逃げるんではなくて正面から向き合って、そしてそれを解決する道筋を作って、これを全国に発信することによって、それがまさに日本の制度としていく、そしてその日本の制度を作る最初の原点は徳島、そうすることによって多くの皆さんが徳島のやってることを見習ってみよう、あるいは徳島行って見てみよう、そうすることが例えば中山間地域の活性化につながるということであれば、中山間地域に多くの皆さんが来てくれると、あるいは今年もちょうど日本全体のタナターサミット、これを上勝町でやるんですけどね、こうした多くの中山間地域を対象としたイベントをね、徳島県に持ってくることによっても多くの皆さんに知っていただく、また観光の需要を増すということにもなりますので、まあもうとにかくこの時代ですから、考えたものはとにかくやってみるということで、徳島はとにかくどんどん実証実験をやってみようと、小水力も正面から取り組むし、ご紹介いただいた太陽光もね、メガソーラーだけではなくて、まあ、今回ちょうど6月のこの補正予算提言出してあるんですけど、耐震化もなかなか実は進んでこないということがありますので、一軒丸々耐震化するのが大変であれば、今とかあるいは寝室また家具の転倒防止というのをきっちりやっていただいて、最小限の耐震化、ここに助成を入れると、さらにはこれにじゃあ家をバリアフリーにこの機会にしようかとか、まあ、今回でもし震災があって電力が止まった場合に自活ができない、じゃあソーラーを屋根につけてみようと、平時であればこれがまさに再生可能エネルギーということで、これからの電力供給が難しいという時にもしっかりと対応ができるという形で、この簡易耐震化にリフォームを入れた助成制度と、全体で40万円最高限の額支援を1件当たりしようというものも考えておりますので、これは当然耐震化する時には県の木材を使っていただく、県産材を使ってもらうということも入れておりますので、いろいろな新しいアイデアといったものを出して、そしてこの中山間地域また徳島全体の安全安心を確保できる対策をさらに進めていきたいと思います。どうぞ皆様にまたさらにご協力、そしていろいろなご提言をいただければと思います。本当に今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。